内股の手ね、これもさっきと同じような感覚でいいから、こう上げるんだよ。こうじゃないんだよ。引けって言うとみんなこうやって実際は相手を背伸びさせる、ね、1、2、2でピンク、グイッと持ってくる。1、ね、1、膝を曲げっぱなしにしとくんだよ、こっちの1の膝。曲げて、で、2の足を奥に。ね、その時にみんなこうやりながらこう伸びちゃうから。どこぞの高校生。そうだよな。タピオカに出てきてうめえよな。そういう印象になっちゃう。ちゃんとこれだけ曲げとくと、どんなしかね、ついたときにこの角度でいい、ね、この角度で入れると、引っ張る、この足がこっち行くと同時に、相手を持ってくる、こう傾く、こう傾く、このまま、こう持って、勝手に倒れる。それを入れながら、こうなっちゃうから、倒れない。二の足が、はい、傾く。こういう側転やってるじゃん、始まりの時。側転ができないと、内股できないんで、そう。はい、じゃあ、1、2でやって。はい、1の足は浅くだよ。2の足を邪魔しない位置に1の足引くんだよ。相手にあんまり近づかないなっていう話は、俺は浮き浮いちゃってる。こうなって伸びちゃダメだ。入れろ。この膝を置きっぱなし曲げたまんま。いいね。かかとなんかついてていいね。これがなきゃな。遠くから遠くまで、遠くから遠くまで。それがみんな入んねえからこうどうしてもこう伸びちゃうから、ね、かけるときはそこになっちゃうけど、羽をつけるパターン同じだから、はい、上半身引っ張るの忘れないでね。そうだ、1の足が2の足邪魔しないところに引いてるんだよ。近すぎ近すぎ相手に。1の足はもう三角形を作るの入ってた。押さない押さない、かくドーンってぶつかっちゃダメですよ。上半身が逆向くっつったら、そうそう、黒が傾くんだよ。相手が支えててくれるから。はい、次から足を上げて、そうですか。倒れてるんですよ。滑り込むようにする。倒れてる。みんな止めちゃうんだって。体重使ったダンス。